イオンタウン津城山は三重県津市にあるイオンタウンの運営するショッピングセンター。2010年5月1日にイオン津城山ショッピングセンターとして開業した。マックスバリュー東海の運営するマックスバリューを核とするショッピングセンターであり、自動車で30分以内に来店できる証券人口は約25万3000人である。ショッピングセンターの名は津上山であるが、 厳密には、被災地域の小野辺町に立地し、城山地区ではない。三重県道114号上浜高、茶屋被災線沿いに立地する。津市内では、イオンシン、ショッピングセンターの次に、店舗面積の大きい大型商業施設である。環境に配慮した店舗運営、地域密着型の経営を目指している。 2013年6月現在2010年5月1日にイオン津上山ショッピングセンターの名称で開業。その3日前の4月28日よりソフトオープン期間として営業を開始している。この時点では愛知県名古屋市に本社を置く株式、会社イオンタウンディベロップメントチューブがショッピングセンターの管理、運営、土地の沈借契約を行っていた。 開業時点での店舗数は70店、うちイオングループ発出店が、上新アウトレットなど15店、三重県企業が、アブカフェなど17店であった。2012年4月1日、ショッピングセンターを運営していた、イオンタウンディベロップメントチューブが、イオンタウンへ、吸収合併されたことで、イオンタウンの運営となり、ショッピングセンターの名称が、イオンタウン津上山に変更された。 2016年7月7日7月8日の両日、第24回参議院議員通常選挙の期日前、投票所がイオンタウンズ上山に設置された。店内に期日前投票所が設置されるのは、これが初めてで、三重県全体でも、商業施設に期日前投票所が置かれたのは、イオンモール鈴鹿に次ぐ2例目である。2010年12月4日と12月5日に、 三重県産ヒノキを加工して作ったトレーに入った松坂牛の試験販売が行われた。このトレーは森林総合研究所の開発した特殊な機械で作られ、ヒノキバス最後に残る切り株の有効利用ができるほか、抗菌効果も期待できるという。三重県庁では三重県木材 CO2 固定量認証制度を2010年3月に創設し、 三重県産の木材を多用する企業、団体を認定している。イオンタウン津上山では、マックスバリューツ上山店とショッピングセンター全体が認定を受けている。このほか太陽光発電パネルの屋上と壁面への設置、壁面緑化の実施、LED 照明の採用などの取り組みを行っている。周辺は、住宅地である、津市、コミュニティバスの登園ルートと、 野村ルートが乗り入れている。ありがとうございます。